おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今回もキングダムニューランズやっていきたいと思います。さあ、7日目が始まったところだね。昨日ちょっと夜中化け物に襲われて大変だったんだけど、なんとか優秀なうちの大工たちのおかげで助かりました。さあ、そろそろ船をやろうと思ったけど枚数が足りんわ。意外とコインないな。そうか、いろいろ作っちゃったからな、あっちに。さあ、白い早馬にかけてもらって、農作マンと弓マンと大工マンをそれぞれ一人ずつくらいにしよっかな。ないんかい。ちょっと待って、銀行。まあ、金よこせ、俺に。預けてた金渡せ。はい。これで、右はもう問題ない。あとは左をね、開拓していくだけ。で、ここに、足りろ。オッケー。今ここにね、これで水車小屋ができるんで、作物の育つスピードがちょっと速くなるはず。知らんけど。さあさあさあ、やっていきましょう。ここはね、この狩人くんがめっちゃウサギ飼ってくれてて、コインがめっちゃ、お前やるやんけ。超ウサギ飼ってるやんけ。で、ここにあるこの罰印の場所を大工が切りに来てくれるから、こっちまでね、やりたい、切りたい。はいよ。この浮浪者を自分の味方にしつつですよ。はい。とりあえずここまでしか切れないか。まあ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 、ここは切れないね。まあいいでしょう。さあ、そしたらね、とりあえず大工が今これを切りに来てくれたから、ここら辺で一回ね、一応念のために柵を作りたい。念のためにね。さあ、どうだろう、いけるかな。まだ作れないと思うんだよね。この背景の木もね、なくならないといけないんで。で、こっちの木切ってもらって、さあ、再び夜になったが、お、切ってもらえるね。この木切ったら多分いけるか。ここの木はまだ切れないけど、多分この木を切ったらいけるはず。土地を広げられるはず。いや、知らんけど。まだダメか。しょうがない、一回帰るか。さあさあ、長い道のりだぞ。帰るのがめんどくせんだよな。いや、どうする、これ帰んの大変すぎん。この大工と一緒にさ、俺もここにいた方がよくね。で、防衛柵立ててもらって、 OK、 立てれるね。これで大工に立ててもらって、さあさあ、ここ立ててくれたら多分徐々にね、背景の木がなくなっていくと思うんだよね。あ、木切れるね。よしよしよし。木切って、どんどん切り切ってもらわないといけないんで。はいはい、よし。8日目開始です。したら、あれ、お前何やってんの。間違えた。あれ、こいつさ、浮浪者じゃね。 OKOKOK。 さあ、これでこの木も切れる。まだこっちはダメっぽいね。 OK、 大工にこの木切ってもらったら、どんどん後ろがね、どんどん後ろの木が伐採されていって、見晴らしが良くなっていくんで、一回戻るか。一回だけ戻ろ。そろそろオッケー。そろそろ海賊船をどうこうし始めなければならん。さあ、で、かつ、いっぱい今人、人員を集めたから、ここら辺にもウサギいるんだ。どうしよっかな。絶対どっかで、
チンを使いたい。お、収穫したっぽいね。枚数、ほら数尺親が立ってるっしょ、ここに。これのためにね、この川の場所でわちゃわちゃやったんだよ。3人新しい人員が来るよ。3人来るから大工1人と弓1人とこいつでいいや。あともう1人弓作っとこうか。防衛が大切だからね。さあ銀行、お、まあ、そんなコインくれる。おしおしおし、いいよ。これで船を再建しよう。いや、この白い馬めっちゃ走り続けられる。すげえ。さあ行くよ。はい、これで船のベースを作ったんで、こうやってね木材をいっぱい用意して船に木材を貼り付けていきます。まあ貼り付けていきますって言っても貼り付けるのは大工であって俺ではないんだけど。さあ、あとは大工に任せとけばある程度形にしてくれる。右の方のちょっとね防衛線を視察に行こう。さあ、真っ赤な夕日が沈むよ。真っ赤な夕日が沈んでから化け物が来る説あるけど、いや勝てえわここ。お、外に出て狩りしてる。コインいっぱいありがとう。で多分夜になったら、お、またコインで、ほら夜になったらさ、こいつが手ってこう帰るっしょ。あれ、この大工ってもしかしてさ、投石機には大工がついてないといけないとか、そういうルールがある説ある？化け物出てきてる？ちょっと見に行こうか。せっかくだしね。あ、出てきてる。逃げろ逃げろ。わかる？あの紫の顔のやつ。右の方にいる、フード被ったようなやつ。ひいひい。ちょっとこいつらの力を見せてもらおう。はい。おお、すげえ。すげえ。え、待って待って、破られそうじゃね？破られそうじゃね？大丈夫大丈夫、これ大丈夫これ。透析器強。結構ギリギリの勝負もしかして。ああ、でもまあ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 、余裕ではないけどって感じか。はあ、このさ、ちょっと崩れかけた壁ってさ、逐一大工直してくんないかな。お金払うから。あ、直してくれてる、直してくれてる、完璧だ。絶対破られないぞこれ。これはいいもん作った。右は絶対大丈夫だ。まあ安泰だ。あとはもう船作って脱出するだけだ。さあ、じゃあ船のとこ行って、またコインがたくさん手に入ったから、よいしょ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 。で一回ちょっと銀行行ったらまた金くれるかもしれん、知らんけど。さあ頼むぞ、金くれ。ほら、おお、くれるやん。これだけ？うん、まあしょうがない。なんだろう、預け入れた分を返してくれてるだけかな、もしかして。ちょっとよくわかんないね。おお、ただだいぶ形になったんじゃない？これでさらにパーツ、槍の右の方で狩りもしてくれてるけど、左の方で狩りもしてくれてるし、左をちょっと開拓していこうか。左の開拓が大切だねきっと。でってこでってこ走りの、あ、そうやった、こいつらに農作任せたの忘れてた。頑張って作ってくれ、いろいろ。雨降ってるね今日。お、なになに、コインくれんの？やるやんけお前、マジでマジでやるやんけ。もうこれ左開拓せずにさ、船作っちゃっていいんじゃね。船優先だな。あとちょっとでできそうだしね船。いや、さっきの彼言うとマジで完璧。お前か、やるな。ずっと左で一人で頑張ってるだけある。右の方に3人ぐらいいるからな彼言うと。あ、待って、2枚、2枚か。お、なんかすげえドバドバ溢れてきた。あざます。
やるやんけ。お前らやるやんけ。完璧じゃないのこれ。完璧なムーブじゃないのこれ。おーおーおー、どんどんコインが。さあ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 、船は今どこまで作れた？あ、さすがにちょっと疲れてきたね。馬息切れしてる。どう？これで最後までいけそう？いけそうじゃね？まだまだコインあるよ。あ、お、いったんじゃないこれ。トンカントンカンやって、トンカントンカンやって、最後までいった説。あ、いってないのか。え、いったわ。来た。船来た。いやー、よかったよかった。お、弓兵が一人乗ったぞ、船に。待って、大丈夫？お前が乗って右の方は大丈夫なの？今お前右からめっちゃ全力出して。え、待って、お前も撤退する？あ、お前コイン届け。え、ちょっと待って、あいつも撤退してね。ってなったら右の防衛がやばくないこれ。右にいたさ、ほら、やべえ、絶対やべえ。これやべえよ。あ、でも透析機パワーでギリ耐えてる感ある。あるか？え、やばくない？やばくない？さっきさ、あー、やばい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 、あ、やばい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 、やばくね？ほら、こいつは無事なんだよね。でも透析機壊されちゃった。10日目どうしよう。どうしよう。さらにこいつは浮浪者になってしまった。いやー、やらかしたねこれ。どうする？とりあえずさ、とりあえずよ、とりあえず壁いっぱい作っといてさ、もう船が脱出するまでの時間を稼ぐ戦法でどうよ。いやー、透析機なくなったら痛いな。また作って運ぶのも大変だしな。さっきの弓兵2人がてってこてってこ退散しやがったせいだな。くそ。いや、まあ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 仕方ないよね。多分ゲームのシステム上ね、弓兵2人がねあそこに乗っちゃうんだと思うんだけど。さあ、あ、やっぱ乗ってるよね2人。さあ、ちょっとじゃあ弓兵増やそうか。弓兵増やしとこう。で、銀行からまた金がもらえて、うん。いやー、厳しい。大工いる？あ、違った。透析機いる？一日じゃ無理だよね、あんな遠くまで行くの。めっちゃ近くに防衛線築こう、次は。あの、左の方の、違った。めっちゃ右にいる彼は置いておいて、本拠地の超近くに防衛線張ろう。そっちの方がいい気がする。幽霊もそこまで来てね。てか敵もそこまで来てから帰るだけの時間もかかるし。とりあえず左の開拓したいけど、大工ってまだいたんだっけ？大工全滅した、もしかして。全滅はしとらんよね、きっと。いや、まず、マジ、こいつがすげえ。ひたすら一人で、ひたすら一人で買ってくれてる。あ、これが使えるってことは大工いるね。うん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 。あ、この木も切れる。この木も切れる。ちょっと大工がどこにいるかわかんないけど。オッケー、もうあとちょっとです。クリアじゃないこれ。多分。さあさあさあ、ここ大工に開拓してもらって、終わりだ。ザッツオールだ、それで。勝った、なんか。お、待って、こいつ優秀すぎる。めっちゃ金貯まった。透析機も夢ではない。ただ船がね、あっちまで行くまで多分時間がかかるから。ただ船に弓兵二人乗っちゃったのがもったいなかったよね。あ、馬がさすがに疲れてきた。あ、でももうここまで来たんだ。待って、また一人乗ってね。え、また二人乗ってね。弓兵四人も乗ってんの。
いらんやろ、そんなに絶対。絶対そんなに弓兵そこにいらんやろ、マジで。え、待って、さらに一人今弓兵走っていってなかった？やばくね？やばくね？はい、ここに防衛線を張ります。この本部ギリギリのところに。ただ大工が何人いるかが分かんないんだよね。この弓兵さ、めっちゃ右の方走ってってるやん。なんでだろう。右の方走ってっても死しかなくね。死ぬ以外選択肢がなくね。やばいよね。あ、やば。ちょ待って、弓兵逃げよ。お前マジ逃げろって。あ、朝になった。お、時間稼ぎ戦法いいかもしれない。ごめんな、ここ。ごめんな、お前。一人にして。だがもう我々は、もう前線を退くことにしたんだ。さあ、撤退じゃ。撤退、撤退。さっさと撤退しよう。いやー、なるほどね。あんまり陣地広げすぎても大変か。お前もそっち行くんや。みんな一応あれだね。一番右のところまでは行こうとしてるんだね。うんうん、まあどうでもいい、もういい。大工不足がやべえ、深刻かもしれない。大工不足が深刻かもしれない。さあ、もう銀行は何もくれない。大工さあ、ありがとうありがとう。ちょっと待って、今1枚あ、待って、俺のコインがいっぱいなんだ。なるほどね。じゃあ適当に強化しとく、ここ。はい。大工不足がマジで深刻だ。あ、さすがに疲れてきて。この白い馬めっちゃ走るな。さすが王の馬。おお、王女隊員になってるけど、お前らが、あれ？なんかさ、二人、あ、え？これ待って。これさ、大工が二人手動で船運んでない。ここ。え、お前ら何やってんの？計6人もいるんだけど、ここに。そんな暇ねえんだが。あ、出た、伝説の狩人。こいつ連れてこうや。お、こいつの稼いだコインの額尋常じゃない。待って、マジ。川から溢れ出してる。適当に使っとけ。ほら、木買ってないもんね。大工いなくなったわ。大工全滅した説ある。大工全滅した説ある。はいはい、適当に建築予定地だけね、増やしておいてね。はい、コインが溢れるっていう事態になってしまった。大工がさ、それ手動で運ぶんやめない？マジで。さあ、どうしようかね、これ。どうしましょうか。もう右の方見に行かなくていいか。なんかもうこのままさ、船でクリアできそうだよね。ただ大工いないのがな。何も作られてないもんね。はいよー、ありがとう。はい、とりあえず建築予定だけね、やっとこ。大工のハンマー2個ぐらい買っとこ。で、朝起きたら銀行がいっぱいやってくれるようにここに預けとこ。さあ、こんなもんじゃないでしょうか。ちょっと右の方だけ偵察に行って。どうなってんだろうね、あれ。敵。あ、もうここまで来てる。けど朝になって撤退。やっぱだいぶ押し込まれてる。だいぶ押し込まれてるね。
はい。お前一人でよく頑張ってんな、ずっとそこで。いやー、建築予定地だけ無限にあるけど。あ、こいつにお金あげたら味方になってくれるけど、お金一枚もないわ。もういいや。お前は化け物と共にそこで暮らしてくれ。さあ、撤退だ。さらばだ。よくここを守り続けてくれた。俺はもう帰るぞ。お前も帰っていいんだけど、多分動かないんだよね、こっからね。撤退、撤退。撤退じゃ。帰還するぞ。違った。脱出するぞ。いやー、頑張った、頑張った。よかったんじゃない？まあ、スムーズにいった気がします。よくわからんけど。さあさあ。馬疲れちゃったけど、ちょっと休むとめっちゃ走り出す。素晴らしい馬だ。さすがは王の馬。草食べて。今日は雨だね。あ、ほら、多分このね、銀行マンがね、金貨持ってったんだよ。多分ね。さあ、そうしたらですよ。そうしたらですよ。とりあえず今一人大工作ったのはいいとはいえ、多分もうあの大工が一人トンカントンカやる頃にはね、もう船が脱出してると思うんだよね。多分ね。馬休ませて。いや、この馬いい、マジで。てか、白い馬かっけ。さあ、再び夜になっていく。あ、相変わらず一人でこの狩人がめっちゃ頑張ってくれてんのね。やばすぎだろ、こいつ。こいつやばすぎだろ、スーパースターか。さあ、彼を連れて行きたかったね。脱出にね。はい、ってことで。3人の大工と4人の弓兵、脱出じゃ。いざってことで、キングダムニューランズクリアです。12日目にして脱出ですね。王冠を守ったということで、化け物どもからね、化け物どもに屈することなく、見事に王冠を守り抜くことができました。やったね。いやー、楽しいね。うん、すげえ楽しい。自分でやっぱりその国を作っていくっていうのも楽しいし、何より何て言うのかな、このシンプルさがいい。できることがものすごく少ない。まあコイン集めて国を広げて、まあちょっとね、いろんなところに配置して化け物からね、まあ持って、で、あんま調子こくと化け物にやられてっていうね。このシンプルさがいいね、本当に。無事に王冠を守ることができました。はい。ってことでね、これ第2の島とかにも行けるんだけど、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフ祈っております。豆腐でした。バイバイ。